はい、今回は食玩ガブリカーニバルキットから、4番充電モバックルをご紹介いたします。食玩の、充電池を持ち運ぼうということで、裏面を見ると、このように、実際の充電池を2本セットすることができる、優れものなんですね。裏にはクリップがついているんで、服とか、ズボンのベルトとかに挟んで持ち運びができるんですね。ちなみに第2弾の恐竜ゴールドキットの時の、色違いですね。これもなかなかよくできてたんですよね。組み立ても簡単でした。では中を開けましょう。はい、いつものラムネと、こんな感じで、簡単な、プラモデルになってます。本体が1つとシールが1枚、1枚のランナーに、クリップとか蓋の部分ですねが付属してました。では作っていきたいと思います。はい、シールが貼り終わりました。シールの数はそんなにないので、すぐに貼れると思いますが、ここのね、ここだけ面積が大きいので、貼る際には、位置とか、気をつけてください。ここがちゃんと貼れるかどうかで見た目結構変わってくるんで。では組み立てます。まずはこのパーツをここにつけて、クリップを本体の裏に取り付けます。で、この穴にこのパーツを差し込めば、はい、完成。充電モバックルの完成です。とっても簡単ですね。で、蓋を開けて、こんな感じで充電池を2本収納することができるんです。おお、完璧ですね。で、ここにクリップがついてるんで、ベルトとかに腰とかにつけて、なりきりアイテムとして遊ぶことができるんですね。いや、300円の食玩でこれはいいですね。前回の第2弾のワックルはこんな感じです。やはり形は一緒、シールの色が違うだけですね。300円の食玩でもこのように充電池を2本入れることができるので、もうそれだけですごいお得な食玩ですね。ということで今回は食玩のガブリカーニバルキットから4番充電モバックルをご紹介しました。